ふとしきたてて、しきしまの道広々と、海わけて、おざさの里へと急ぐなり。
さあ、よっさあ、いあいさあ、Thank you.
我はスサノ王なり。島根県浜田市より浜田石見神楽社中連絡協議会オロチ八隊による日本を代表する伝統的なステージをご覧いただきました。続いてはスペシャルゲスト尺八奏者木野八さんの登場です。木野八さんは1971年東京生まれ。金古流尺八にその名を残した祖父初代佐藤金水の下で4歳より尺八を吹き始め、20歳の時に三橋紀風に師事、邦楽器と洋楽器を融合したバンド武蔵での活動を経て2003年ソロデビュー。舞台や歌舞伎、映画などの作曲活動に加え、全国の神社仏閣での奉納演奏も行っております。レキオスとは2019年泣き神宮スク前で行われた下部の小玉以来の共演となりますが、およそ2年間の自粛期間中に新たな楽曲が生まれ、このあと異色の和と竜とのコラボレーションでお披露目となります。そしてレキオス代表照屋忠俊が作詞を手掛けた宮城線桜坂道、那智神女将と呼ばれ絶世の美女と語り継がれている志島ウトゥダルの切ない恋を石垣島出身の女性シンガー田福真美さんが歌い上げます。さらに沖縄を代表するアーティスト秀勝さんが加わり、ここ沖縄から日本を越えアジアの風感じる壮大なスケールでお届けいたします。